AWS ソリューションアーキテクトアソシエイトサンプル問題シリーズ、今日は第7問目をやっていきたいと思います。はい、今回ちょっと問題文が長いんですけれども、ちょっとやっていこうと思います。まずはいつも通り問題文から読みましょう。ある企業は毎週生放送されるテレビ番組のオンライン投票システムを運用しています。放送中オートスケーリンググループで実行される EC2 インスタンスのフロントエンドフリートにユーザーから数十万という票が送られてきます。EC2 インスタンスは Amazon RDS データベースに票を書き込みます。しかしデータベースは EC2 インスタンスからのリクエストに迅速に対応することができません。ソリューションアーキテクトは最も効率的な方法でダウンタイムなしに票を処理するソリューションを設計する必要があります。これらの要件を満たすのはどのソリューションですか？一つ選ぶ形ですね。この選択肢を読んでいきます。まず一つ A、フロントエンドのアプリケーションを AWS ラムダに移行する。 API ゲートウェイを使用してユーザーリクエストをラムダ関数にルートする。 B、データベースをマルチ AZ に変換することでデータベースを水平方向にスケールする。プライマリとセカンダリの両方の DB インスタンスに書き込むようフロントエンドアプリケーションを設定する。 C、Amazon SQS 級に票を投票するようフロントエンドアプリケーションを設定する。SQS級を読み取り、投票情報をデータベースに書き込むようにワーカーインスタンスをプロビジョニングする。D、Amazon イベントブリッジ、クラウドウォッチイベントを使用してスケジュールされたイベントを作成し、投票期間中大規模なメモリー最適化インスタンスでデータベースを再プロビジョニングする。投票終了したらサイズが小さいインスタンスを使用するようデータベースを再プロビジョニングする。この中から一つ選ぶ形になります。でまずちょっと問題文を整理していくんですけれども、まずフロントエンドのおそらくウェブサイトがあって、こいつがまあオートスケーリングで実行されています。で大事なのはフロントはさばききれてるんですよね、この問題だと。要はそこは大丈夫ですと、票が送られてきてるんで使ってる人はポチって投票ボタンまで押せてるんですよ。なんですけどデータベースにまさにこういう問題文で ABCD ってやった時にその票数を書き込みをしてるんですけれども、ここで対応することができないことが起きています。のでちゃんと票を DB に書き込むっていうのをソリューションとして考えなければいけません。でまずちょっとここを見ていって、データベースをマルチ AZ に配置しますが、これって、まあ、RDS のことだと思いますけれども、これを RDS でやったとしてもこれ両方に書き込んでもことはできないので、基本的には1個のエンドポイントに書き込む形になってしまうので、まずこれちょっと違うかなと思います。読み取りでなんかリードオンリーのレプリカを用意するとかっていうのすれば読み込みできるんですけど、書き込みをこう複数にするっていうのはちょっと違います。で、まあ、ちょっとこれ D なんですけれども、データベースの再プロビジョニングするっていうのは、インスタンスタイプ変更するっていうのもできなくはないんですけれども、でも結局これって大きくしても、その分また投票が来ちゃったら落ちてしまうので、まあ、これって本質的な改善には、まあ、実はなっていないんですよね。で、そうすると残ってくるのが A と C になります。で、まずちょっと A なんですけれども、これフロントエンドのアプリケーションが別に問題になっているわけではないので、ま、これでおそらく違うのかなと思っています。で、そうすると答えは C になってきます。要はフロントエンドで受けているウェブのシステム自体が直で DB に書き込みに行ってしまうと書き込みがいっぱい起きてしまうので、おそらくデータベースを迅速に対応することができないというのがまあ本質的な問題ですと。でその時にアプリケーションが SQS に対して Q を送るんですよね。例えば A が1票1票1票とどんどん書いていきますが、それを送ります。 EC2 はあくまでもこう DB には直接書き込まずに Q を出すという形にしますと。でデータベースは Q の情報を読み取ってデータベースに書き込んでもらうように、間にこうワーカーっていうこの表をさばくための別の仕組みをまあ入れるって書いてあるんですけれども、まあ、そうすることによって素結合というかになってちゃんとつながってはいるんですけど、間にこうちゃんとその干渉剤が入ることによってデータベースにこう一気にワーって書き込まれるってことが起きずに、ちゃんとうまく適切に処理されるっていうことが実装できます。おそらくこれ C が回答だと思ってめっちゃどうやって話してるんですけれども、多分そうだと思います。もうちょっとすいません、 A だったらすいません。はい、では正解を見ていきたいと思います。あ、よかった、答えは C でした。票の読み取りをデータベースから切り離し、投票システムがデータベースで書き込まさず投票の処理を継続できるようにします。 SQS 級から読み取る専用ワーカーを追加し、制御可能な速度で票のデータベースに入力できるようにします。票はデータベースが処理可能な速度でデータベースに追加されますが、票が失われることはありません。まあ、要は DB 落ちちゃった時に投票されるみたいなことが起きると、なんか整合性が取れなくなっちゃうんですけれども、ここでうまくSQS 相手にかませることによって、まあ、コントロールすることができるという形になっています。
あの SQS ってあんまりこれ普段使わないサービスかもしれないですけれども、こういうのに使ったりとかするので、まあ、ポイントとして押さえておく必要があるのかなと思います。ちょっと細かいところ見ていきましょうか。はい、まあ、ちょっと概要欄にも載せておきますが、 SQS は何かというと、分散化されたソフトウェアでコンポーネントが結合と分離ができる耐久性がある利用可能なホストキーを提供するものですと。まあ、利用するメリットは送信すると受信する人をまあ制御してちゃんとこうメッセージやり取りすることができると、まあ、さっき言った投票の票とかのメッセージを送るっていうことができて、それを受け取って何かするっていうことができますよというような形になっています。まあ、ちょっとここで実はいくつかあるんですけども、スタンダードとこう FI4、FI4 っていうものですかね、のものがあったりとかするので、まあ、実は今日の問題ここ問われてないんですけれども、こう順番に処理するっていう場合だとこの FI4 の Q が必要になりますが、例えば今回で言うと票数がボコボコボコってなってればよければ、正直順番はどうでも良いというかいう形になるので、うまく要件に応じて使い分けるって必要、まあ、単純に SQS といえどいろんなこう使い方があるので、あ、とりあえず SQS なんだなっていうよりはそこの中での使い分けがあるってことだけちょっと覚えておいておく必要があるかなと思っています。はい、というところで今日は第7問目を解いていって、まあ、今回 SQS のちょっと話が出てきました。ぜひ皆さんも一緒にこう、特に SQS のところって問題にも出てくると思うので理解していただければなと思っております。はい、というわけで今日の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。